吉君、はい、吉君、皆さん、お久しぶりです。ワクさん、監督、無理でもともと、無理もともと。8対1ってどういうことやねん、おい。え、今日の先発、千賀滉大バーサス、佐々木朗希。いや、普通、究極の投手戦やろ。究極の投手戦になると思っとったよ、わし。試合前は、パリグ TV さんもそんな感じで煽っとったし。なのに、何やこの蓋を開けてみれば、一方的な逆殺やないか、おい。ていうか、何やねん、あの佐々木朗希とかいっぱいもん、ほんま。相変わらず160キロ、ポン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 投げ込んでくるし。今日に至ったあいつ、164キロ何球投げてくんの、ほんま。しかも、コース間違わんねん、あいつ。高さは多少甘くなるときあるけど、コース絶対間違わんねん、あいつ。横のコントロールミスが一切ありません。アウトコースのビタビタに164キロぶち込んできます。で、フォークは今日最速150キロ記録してました。打てる去年ボコボコにされた山本由伸を、今年はよう打っとる思えたら、次はお前か、ローキー。なんでフォークにはいつも、こういうエース級が当てられるよ、ほんま。まあ、その中でも、今日も4番に座ったジュリだけはほんまようやっとった。1打席目、160キロセンター前。4回裏には、なんと163キロ、キレにクリーヒット。マルチ安打を記録しとった。まあさ、ジュリはさすがに。まあ、やはりこれもわしの、打てたるっていうのというアドバイスが聞いとることは明白の佐々木朗希は思えば、一方こっちのエース千賀滉大、初回2失点、3回2失点、結果4回4失点お滉大、おどうした滉大、今までずっと貧弱しとったんか。もう今日に限って今日の滉大は良くなかった。まあ相手ピッチャーの朗希を意識しすぎたんかな。まあ分かるよ滉大、まあ、好きな子意識しすぎたらなんかいつもの自分でおられんくなるっていう気持ちは分かる。まあ滉大はおそらく、遅めの思春期を迎えてるの。誰にでもそういう時期ある子で、まあ、しゃあないけど、まあ、メジャーを目指すっつうんだ。圧倒的な成績残して、メジャー行くっちゅうんなら、ちょっと今日のいただけ。まあ、これは、まあ、今年で海外 FA 権は取得できるやろうけど、まあ、あえて、まあ、来年もホークス残って、もう一年修行するっちゅうもん、いいかもしれんの。まあ、そうなったら、ホークスの先発ローテの安定感は増し、勝ちが増え、まあ、わしのチーム安泰になると。よし、ウィンウィンや、滉大。ぜひ来年もホークスに残って、一緒に頑張ろう。の、まあ、しゃあない。しゃあないよ。抑える日もあれば、打たれる日もある。だって、滉大だって。人間だもん。の。まあ、その後は、レイがよう抑えてくれた。で、まあ、6回裏には、柳田の、内野ゴロの間に1点を返しました、ホークス。さあ、これで4対1の3点差。ホークスの反撃は、こっからや。終わった。ホークスの反撃、これを最後に何もありませんでした。で、その後、松本ちゃんが捕まり、9回には、笠谷が、まあ、トシコに、ポーンホームラン浴びて、まあ、8失点という内容でございました。まあまあ、まあ1点差の負けも、今日みたいな7点差の負けも、まあ同じいっぱいからの。まあ負けるときはこんぐらい派手にしたらいいね。だーだ、わし一つ下せんことがあります今日。おいしいパンほんま。おい、一塁手何しとんねんほんま。問題の場面は7回裏。それはトランナー一塁で、バッター三森。なかなか捉えた逆方向に当たりやったんやけど、まあエチバリアが飛び込みながらファインプレー。一塁送球。一時はアウトの判定になったんやけど、藤本ではなく、わし森本が直々にラブリクエストを要求しました。わそのし、一塁ベースから離れてない？離れてるのと思って確認しました。そして映像を見た結果、まあ、見事にファーストのトシ君の足は一塁ベースから離れておりました。この通り。よし、さすがわしや。今わしの目をごまかせんよ、悪いけど。と思って審判を待っとったら、審判出てきてアウト。なんでやろ。いや、ちょ、これよ、どっからどう見ても離れとるやん。いや、リプレイで何を見よったんぞ、ほんま。何のためのリプレイよ、ほんま。勘弁してくれよ。で、なんや、最終回、まあ、代々デスパイに送りました。デスパイネが逆方向で大飛球。一回スタンドインして、もうお客さん喜んでました。にもかかわらず、なんかホームランともファールとも一塁審がはっきり宣告しません。まあ、場内の雰囲気に流されるがまま、デスパイネはとりあえずダイヤモンド一周しました。そしたらその後審判たちがマウンド付近に4人集まって、なんや、ビデオ検証するでもなく、即ファール判定。なんていやビデオ検証しようよ。なんで何の許可もなく、即ファール判定なっとんねん。てか、ファールならファールで、最初からファール言えよ。もうめちゃくちゃや、今日はほんま。めちゃくちゃでした、正直今日は。わし、ベンチで光をこらえるの必死でした。まあ、わや、わし VS 審判の、まあ、大乱闘に発展してたかもしれません。まあ、そこで抑えたっちゅうは、まあ、やはりわしが、わしの器が、でかいっちゅうことで。まあ、わしが大人やったっちゅうことで。いや、まあ、にしてもね、まあ、本日ツイッター終わりですね。まあ、しょうがない。それそうなるよ。わしもあれとったもん。まあ、というわけで、まあ、ホークス負けてしまいましたが、こうするかというように、楽天さんも西武さんも敗北。なんと、パリーグ A クラス全チームが、仲良く負けてることになりました。まあこれはまあ、ある意味、まあ平和な結果なのかもしれません。西武さんとも楽天さんともゲーム差は変わりませんでした。まあ明日は、ロッテに対して好投を続けている大崎。明日こそこのわしの、素晴らしい采配で必ずや皆様、勝利、お届けさせていただきます。楽しみにしてください。まあしゃあないよ。脱衣もあれば、曲げるもある。野球に三振もあるから。の。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次のところで、お会いしましょう。ほなまた、クラッシュです。